芝居じゃなかった。ごめん間違えた。芝居はまだ変わってないもんね。ふん。ドゥドゥドゥ。ピー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 。もう芝居さんもなんか最初左遷されたんじゃなかったっけ？なんかで、ね、なんかで左遷されていじけてたんだよ。もうなんかあの隠居みたいな感じして家族で。なんだけど今日もう一回、これで優秀だからってことで呼び出されたんじゃなかったっけ？なんか横山三国志そんな感じだったよ。我らは声高い。我らはお前のこそだけ契約を退けた声を。かわいい。いつまで陣で臆している。おい、やったれやったれ。これでもなお打って出るというなら。何この音楽。おじけて震えたままここに散れ。バカめ出てくる。何この音楽超かっこいいじゃん。あれバカめがね。芝居が動き始めました。いるぜ。私は仲間を支援する。かっこいいね、このなんかギター。ちょっとアンニュイギターみたいな。この BGM 何これ。ちょっとかっこいいんだけど。後のことは任せてサントラ欲しいかも。ごめん任したって。おう、俺がジンになるもん。クゴスカジンになる今日から。頑張ってる。慣れない日本語で頑張ってるこいつも。いい。それいいわけよ。ショートラ。いつまでも諸葛亮殿なのに格好悪いって。俺たちでジンのよってやつ。確かにね。おんぶに抱っこだいけない。いいこと言うじゃん。今日なんかいいこと言うやつ多いな。俺に学ばせてくれる。撃つとしよう。なに？なに？関係あらへん。コマードの声が聞こえるぞ。なんだこれ？なんか地面が出てきましたよ。隆起しました。ユイクが。あーはーん。関係あらへん。こうなったらいいのこんなもん。この火や闇雲に攻めては被害が広がる。リチェード、今こそトランセンションを使いましょう。じゃあね、もうわしがやってったらいいのこんなもん。だから。ガツン見た今の。トラタンいらんやん。どこやあと一個。こいつ頭が持ってきやがる。バーショー出てきた。いい。過去作一喋ってねえか。ゲームさん。いい、そういい、そう、やっぱ言葉を喋るって頭使うからいいんだよ。ちょっと頭がね弱そうなんですけど、ちょっと喋らしていった方がいい。でも使えねえの俺。ちょっと使いてんだけど。はい、停止。なんか上つくんだけど。これ BGM 超よくね。いいマジで。笑ってる。我が前に無様な姿を晒して散るがいい。なる？まずい。ちょっときついね。俺一人じゃ手が足りないよ。任せ。俺が行っちゃう。報告。敵軍の一部が動き。エナジェンシー・クボスカを知ってるか。すぐにレスキューに来そうな姿から日本というね、島国の兵庫県尼崎という場所でそれが知れ渡ったんで、エマージェンシーというか相手ねえ。あ、これこいつ殺したいのか。今あそうか死ぬぜ。行くぜ。まあ、しょうか。なるほど。はい。私を倒したとて体勢は変わる。死んだぜ。何こいつ。先行剣と敗北は賢明だ。開け。あ、こっちじゃなかった。はあ。じゃあ
お前元気じゃねえか結構。こんなモブのおまんまん中に負けちゃダメだよ。おまん障害さんのやつ、これ地上マジ使いにくいな。ガタツアタックがマジ当たんねえ、これこれダメだ。結果です。空中ガンディミナー強え、これが強え。これディーン元気アタックが一番強え。これ次こそ強え。知力でお前を倒す。ほら、俺ね元気になったんだろ。こっち結局開かねえのか。敵本陣で運試しだ。はい。いや、これ前が動いてるんだから。思いっきり動いた。やっとこう。ふ、ザーコが。どんな失態を。え？煩わせて申し訳ない。わあ、ことや。マジで俺何も聞いてないよ。いらねえ増援とか。クボスが100人力がいるのにいるか。ちょ、もうなんかすごい雷が怖いよ。雷なんか昔何も思わなかったんだけど、最近なんか怖いんだよ。大きい音に怖くなってきちゃった。何これ。上位様、本陣周辺に敵兵が現れました。え、今までは本陣が危険です。おかしいな、郊外ちゃん。待って、行くしかねえな、これ。豪邸どうすか。その前にここだけぶっ壊していいか。ぶっ壊しようがいいだろ、これ。諸葛さんどこよ。そこか。お月さんもやっちゃって。いい。はーん、戦闘と。まあでもまだ入ってくれって。そんな遠いのじゃねえから変えてくれる。うん、おー、ってことよ。合わせるの得意って。よっ、行くぜ、馬田。ちょっと遠いな。もうちょっと速い馬が。これどうだろう、順番的にはさ、先にストーリーモードやるのがいいのか、クロニクルモードやるのがいいのか、どっちなんだろう。先にストーリーモードやったらさ、強い馬ゲットできないままストーリークリアすることになるわけでしょ。ちょっとわかんねえな、このゲームがどの順番を推奨してるのか。私にはわかりかねる。ふむ、どうも元気。なんか見た目割に声若いな。え、ってことや。そうね、どうしようでも思ってくれたらええねん。そういうことや。これ弱くねえか。なぜ、ま、何怖いわ。威力低くねえこれ。ほら全然入んねえんだけど、これ多分使い方間違ってるのかな。どうすりゃいいんだよ。なんで俺が教えてくれ。中距離やろ、くれないか。なにこれ、なんて読むかわかんねえ。セミ人雷なんて書いてあった。ねえ、俺漢字読めねえんだからよ。漢字も読めねえし書けねえし、ひらがなにしてくれ全部。はいはい、お願いします。キリンジの際、うん、存分に名前キリンジにしたらよかった。超かっこよくない。久保塚キリンジと申し上げて。超かっこいいじゃん。なんで久保塚さんきって強さねえもんね。それ主人公になれねえよ。なんだこのイケメン、芝翔やばすぎる。何このイケメン、ちょっとこのイケメン仲間にして。なんかあいつ逃げやがった。え、必勝殺してやる。あ、これ切れねえ。ちょ、一応競争だ。しゃー、どこ行くねお前何このシュールな映像。何でも一緒に敵と一緒に泳いでるわけ。なんか泳ぎうまいね、こんな重い装備つけてんだろこれ。
なんで浮いてんだよ。やべ、こいつ速え。池江璃花子ぐらい速い。うまに道間違えた。どっち、こっちか。こっち行こうぜ。こっちで勝負しよう。ほら、あいつマジ汚ねえ。こいつ逃げなかったんだけど。ちょっと待ってよ、もう。なーにあいつ速え、イケメンのくせに。ほら、インコースに行け。道ちょっと迷った。あ、戻りたいんだ、元の持ち場に。許さん。この音楽なんていうのこれ、超かっこいいんだけど、マジで。ほら、見ろ、このインコースで一気に距離を縮めてる。はい。こういうことなのね。執念の塊みたいな。これ、ここに。芝翔って真なのかな。だって芝居が裏切るでしょ、基本的に。芝翔って芝居の息子だっけ。てか真は芝翔とか出てくるのか。だって多分相当気合いの入ったあれキャラクターじゃなかった、今のイケメングは。あれただの雑魚キャラじゃねえでしょ。芝翔出てくるんだから。もうちょっと真が楽しみになってきたな。はい、痛い。どこやねん。なんか爆発していらっしゃいますよ。なにここ、地雷これ。マジこっから登っちゃいけないの。ちょっと待って、こう知らん。なにこのコンボ、マジムカつく。もうごめん、帰るわ。え、もう裏側の部署隊じゃん。そうだよ、そこ。今遅いよ、アナウンスが。注意して集合せよって。反対側行くわ。やばい、なんか反対側来てる。こっちこっち。これマスコよ。あっちも行かねえか。マジで？え、芝居今作煽んないの？バカめが来なかったんだけど。ないのかな？いい、スピードな。馬が速くなるのがいいよね、スピードシューズで。ほら、お前は逃げてんの。レイ、こいつはもう片手間に俺と戦いたくないんだって。あいつ殺したかった、こいつ。伝蔵うまい、かわす。あれ、なんかコロナがちゃんと入ってるわ。なんでさっきの紹介には全然聞かなかったんだ、あれ。歌っていいよ。なんだこいつ。あ、じゃあ紹介じゃねえ。今、さっき誰、紹介だ。紹介なんか、何持ってんのこれ。え、いや、佐々木空調みたいになってない。なんか不思議な力で剣が浮いてますよ。いや、大陸のやつら何でもあるかな。そういうことか、これ。移動距離に対してダメージ返るから、壁に向かっちゃうとダメなのか。そういうことは意味わかったな。バットを広いところにしないと弱いんだ。これだとどう？あ、でもそもそも当たんなかった。すげえじゃん、これ。はい。ごめん。ごめん。怒んないで。よかれと思ってやったんですよ、でも。この武器超かっこいいと思う。紹介ファンに、ちょっと馬がいらっしゃったわ。待って。コーニーさん食らってるわね、ちょっとして。あ、セレクトで一発でいけんのか。コーニーさんやられてねえか。まぁ、ちょっと、行くわ。Go! I'm going! I am! エマージェンシー、クリスタです。よろしく。武器が輝いてますよ、これ。めっちゃいいじゃん。音楽とストーリーモードはマジでいい、このゲーム。あとキャラがね、差別化できたらもう最高だったのに。なにこれ、なんか画面邪魔してくんだけど、変な文様が。面様な文様が邪魔してくんだけど。
どんどん広がるぞ、あれ。マリオカートのゲストみたいな感じ。おお、すごい断末魔。センスあるよね。断末魔のセンスがある。じゃあ、柴田、やっちゃっていいかな。あそこ結構閉まったままなの、あれ。みんなどっちから上がってんの、これ。閉まってそうだな。左から行くか。なんか、地雷原、あれだしよ。芝翔がいたとこから行くか。ちょっと遠回りかもしれんが。まあ、致し方あるまいによ、俺は。やっぱ安全。あそこ、地雷がよ、ボンボコボンボコでよ。地雷を食らって、手術した人知ってる？狭間九郎って言うんだよ。魔導のブラックジャック。俺ブラックジャック大好きだから。大好きだからゆえに今地雷源を突破してるかなと思ったんだけど。あのね、ブラックジャックのエピソードで、その、あの地雷源でね、自分はボロボロになってて、お母ちゃんが身代わりに死んだんだっけ確か。お母ちゃんがかばって死んじゃったんだよ。で、それをもう、ブラックジャックは、まあ、当然だけど恨みを持ったんだけど、その地雷、なんか地雷を仕掛けた人なのかなわかんないけど、ちょっと忘れちゃったけどさ、仕返しするのよ。地雷源だらけの、なんか無人島みたいなとこに、その主犯格の奴らをヘリコプターで降ろして、で、そこで戸惑って、恐れてビビっちゃってるのを、なんかヘリコプターの上から高笑いするっていうエピソードがあるんだよ。ああいうのがいいんだよね。ブラックジャックはね、人間なんだよ。そういう感じを持ってるわけ。そこがいい。なんかアニメとかだと、あの、大塚明夫がやってたね、あのアニメとかさ、あの30年ぐらい前にあった OVA のやつだと、あれも好きで結構見てるんだけど、結構なんかね、かっこいい完璧超人みたいな、クールで、ナイスライみたいな描かれ方してることが多いんだけど、実際違うんだよ。かなり感情派な人間なんだよね。まあ実際、医師免許失ってるのもそうだしさ、そこをちゃんとね、あの原作のね、漫画投入してるから、ね、面白いんだよ。好きなんだよね、鈴木さんのブラックジャックが。そういうことなの、わかる？これがブラックジャックの範囲です。そのブラックジャックによろしくも、なんかちょっと読んだことあるんだけど、あれなんか関係あるのかなって思ったら別になかったっすね。あれはどういう経緯でブラックジャックという名前を冠したんだろうな。あの、俺見て面白いんだけど、なんかよくわかんなかった。でも、こうっす。ついにも殺しちゃった。夢に出てきた。ええ。マジでね、あの最初の OVA マジかっこいいから見た方がいいよ、ブラックジャックが。超かっこいい。てかもう絵が綺麗。あれ何年も30、俺が生まれる前ぐらいじゃない、俺が生まれる前ぐらいの多分ね、さっきなんだよ。ブルーレイあるのか、 DVD はあるんだけど、ブルーレイってあるのかな。ブルーレイ買いたいな。でももうあれなのかな、ブルーレイの次の媒体って出てこねえのかな。 CD があって DVD があってブルーレイが来たじゃないですか。もうないのかな。まだか、多分まだ 8K とかがもう主流になってきたら出てくるのかもしれねえな。それだよ、多分。まだ言ったって、まあ、4K もあるけど、言ったってまだフル HD 結構主流じゃん。俺もそうだし、4K 持ってないし、買いたいなと思ってるけど。待って。こういう時やっちゃう。ゲーダメ！はい、これで終わりじゃね？うわっ！かわいい倒れ方だ。殺せ、そのまま。なんだこのおっさん。父上、あ、やっぱり息子か。芝生とあれ誰だっけ。かわいい親子で、かっこいいね。なんだ何や、戦うんちゃうんかい。覚えておくがいい。これよりは諸葛孔明の前にこの強迫役がいることを。うむ、一
キリンだけなんか特徴ねえ顔してるの。作品ごとに顔変わってる気がする。この人ご上限で義軍を打ち破った。作品ごとに顔が変わる。アスカキララみたいな感じ。アスカキララなのかもね。芝居の希望を上回ったのである。なんかトロフィーゲットしたな。終わったんだな。あの芝居が不明。この敗北で引き下がるはずはない。そう、こっから第2章なのよ本当は。それでも澄み切った星空の下で、確かあれなんだよね、この脅威のライバルとなるのが当該だっけ。当該か生涯なんかどっちかだった気がする。あいつらは結構次のライバルになっていくんだよね。当該だった気がするな。澄み切った星空の先に諸葛亮は見て。ここもね結構面白そうなんだけど、まあ、なかなか描かれることはないと。関羽、張飛、はい、そして数多の将と夢見た陣の世。いないぞ一人英雄が。かわいい。この先に長安、はい、そしてその先には義の都、洛陽、ね、洛陽がある。洛陽ってもともとあれだっけ。陣の世は実現します。トータクがいたとこだよ。あ、もう疲れてるやん。謎のしてあげえな。それまでの道のりはまだ長く険しいものでしょう。うめ、長所、それでも私は絶望していません。先帝、劉備殿より受け継いだ陣の志、その志は脅威、うん、あなた方自体受け継がれたと分かりましたか。気弱なことをおっしゃらないでください。共に陣の世を見ましょう。あー死んじゃった。先帝の魂よ、天の星々よ、ここに誓わん。陣の世を実現すること。いいシーンなのに雷がうるさすぎる。ゴロ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 。いや、いい、いいじゃん。食もいいね。義も良かったけど食もいいね。気合入ってんね。いい、いい。やっぱ PS3 になって映像が綺麗になって、あ、いいわこれ。諸葛亮って何歳で死んだのっけ。ちょっと見てみるか、という時点を。怖え顔してんなこいつ相変わらず。うん、やっぱ面白いな。ストーリーの方が普通にいいな。いい完成度ね。え、マジ映画見てるみたい。どうなん、あんまりなんか評価高くないんだっけ。セブンが、この次のセブンが結構面白いって言われてんだよね。2とセブンが結構評判いいんだよね。8がなんか、ね、5、6に叩かれたみたいな。そうか、でも俺もついに6まで来てんだな。無双6まで長かったな、ここまで来るのも。ねえ、これ可愛かったのにね。コートちゃん、すぐ死んじゃったよ。こいつ、義援はなんかよくわかんなかったな、最後まで。いや、悪いな、シーンが楽しみだな。いや、ゴーってあれ、可愛い子ちゃんいっぱい出てくるわけでしょ。小公担と、大教担と、小教担。ちょっとそれ楽しみだな。カムと義援って一緒だったんだ。超非対支持、はい、ちょっと待って、はい、読めねえ。ちょっとは、なん早いわ。あの、この辺知らねえ、知らねえキャラがいっぱいいる。
モバイルジョイってさあったんだよ、この頃は。この章答えよかったよね、このおもらししたみたいな。これいい。今日はこれでいこうか。なんかエビス、ビーム、エビスって何？おい、義援がいねえじゃねえかよ、マスコット。いい、マジで、いや気合入ってんねこれ。これで売れなかったの？いやいいわ。はい、壁紙を入手しましたよ私。いいじゃん。ちょっとあれ見ていい？ギャラ時点で、時点で武将、冊子やりごめんね、これ初夏だね。さあ主初夏祝勇ってのはいないんだよね、これ伝説の火の神、祝勇の子孫なの。人の使い手で武勇を誇る職軍の何ちゅう平定戦。これはだからあれでしょ、ああだからこれはもうなんか物語の中の話か。俺事実が見たいんだよ、事実が。活量いっぱいいる、いた。53なんだ、若いんだね。まあ、若いって当時としてはどうかわかんないけど、結構だって劉備からあれでしょ、劉備いつ何歳で仕えたの？ジョコタン、ジョコタン、これだ、58か。はぁ、あ、月影ちゃうわ。え、毛がないんだけど。あ、じゃあなんか5になってるやん。ショックで、こうか。少女の妻、何これ、王将彦、王将彦の娘、天文から散り兵法を広く学問に通、諸葛亮を影させた。あ、そう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 、あ、諸葛亮の詩はどういうふうに読むさ、国女と言われて。そうだよね、国女でいいのこれ読み方。え、わかんねえ、ちょっとこれ国だっけ。諸葛亮はその賢明さを言い伝え妻に渡。そうだよね、技を置くため実は美女だったと。その嘘だろ、漫画の読みすぎや。はい、ということでね、今回でショックは終わりということで、で次5はちょっと配信でやろうかなと思う。うん、今んとこそう考えてますということで、さよなら、バイチャー。